はい、こんにちは。今日も他人の地雷に関するポイントということで話をしていきます。どうでしょう、前回のパート3まで他人の行動に関するとか、それから自分の感情に対するとかっていろいろなこうポイントを伝えてきたんですけれども、皆さん当てはまっているものってどうですかね。逆にあいつやだな、ほんと嫌いって思ってる人が実は自分の持っている地雷ポイントで、それをずかずか歩いてきてチロン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 踏んでたからあいつ嫌いだったんだなってことは、逆に分かった方っていうのもいたんじゃないかなというふうに思います。今日は他人の仕事ぶりですね、仕事ぶりに関するお話をしていこうというふうに思います。今日はちょっと数が多いので、まあ、さっと進められたらなというふうに思います。この動画の趣旨っていうのは一体何なのかっていうのをパート1の方で話をしていますので、こちらを見ていただいてからこっちに来ていただいてもいいですし、仕事に関してイライラする人が多いなと、イライラするなとか、逆にイライラさせてないかなっていうふうに心当たりのある方はこの動画から見ていただけたらなというふうに思います。ということで、今日は他人の仕事ぶりに関する地雷ポイントということで15個ぐらいですかね、紹介をしていきます。まず一発目が無気力ということで、やる気を出して働かない人。もうこれね、僕今も働いてる中で平気で社内の人なのか取引先の人なのかとかって詳しいことは言わないですけどね、平気で定期的に行う会議に遅刻してきたりとか、あるいは無断欠席をしたりとか、超失礼っていうような人もいたりするんですけれども、そういう人たちはイラ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 してきて、ゆくゆくは言わないとこっちも舐められてるわけにはいかないですから、これをやってしまうと、どうしてもやっぱり自分が舐められてるとか優先順位を下げられているっていうふうに思って、まあバイバイしたいというふうに思ってしまいますんで、そこら辺はですね、無気力ではなくてやる気を出して働くっていうことは非常に大事ですよ。そもそも仕事ですからね、成果結果求められてお金も発生しているものなのにやる気出さないっていうんだったら、さっさとやめればいい、個人的には思うんですけどね。はい、まあ、それはいいとして次行きましょう。他者依存ということで、本当は自分でできるのにやりたくないとか、あるいは楽がしたいからって言って、誰々さんすいませんお願いしますって、この間僕の後輩のツイッターを見てると、〇〇さん手空いてたら手伝ってもらえませんか、じゃねえんだよ、それは新人の仕事なんだよてめえって書いてて、なるほど、これが他者依存かって思いながら見てたんですけどね。はい、自分が本来できるであろう、あるいはできる仕事を、それをやらずに人に任せたりとか甘えたりする、これが他者依存です。はい、それから続いて無能、仕事が単純にできない人のことですね。はい、だからそれが本当に無能だったらもう諦めるしかないですけど、本来やれるのにそれを習得しようとする頑張りを見せなかったりとかすると、さらによりイライラが募ってしまいますんで、そういう人はパワハラにならない程度に、あるいい意味で見切りをつけるっていうのもいいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。はい、続いて時間にルーズ、これさっき僕は無気力で言ったのと同じです。会議に遅刻してきたりとか、これね、アポイントを取った時に何時に来てくださいとか何時に行きましょうっていう風に言って、その時間を平気で5分10分遅刻する人、これも社会人としてどうなんだっていう風に思いますよね。まあ、友達関係とかだったら、なんか最近思うスマホとかがあるから LINE でごめん5分遅刻するわ10分遅刻するわとかっていう連絡が気になったりするんですけど、まあ、僕はそれ自体も行かれてんなと思うんですけどね。小学校中学校の頃から15分前から5分前までに絶対集まるっていうのも、これは人として当たり前だと個人的には思うんですけど、まあ、それが当たり前じゃないっていうね、約束の時間守れないっていう人、これはもうイライラしますし、今後そういうことをするんだったら個人的なね時間を使うんだったらどうでもいいなと思うんですけど、自分の時間を使われてるわけですから、あ、こいつに使う価値はないなと思って、もうそういう人たちとはもう縁を切っていたっていう、まあ、背景もあったりするんですけどね。皆さんはどうですかね。はい、それから続いて無責任で、これは何かというと、自分がミスをした時にその、ミスを認めない人たちいますよね。特にもう間もなくクライマックスを迎えている半沢直樹なんかもよくありますよね。部下の成果は上司の手柄、上司のミスは部下の責任とかってやってね、パート1なんかで半沢直樹でやってましたけど、まさにああいうのを、まあ、それは上司部下の関係だけじゃなくて同僚関係とか、逆に部下がミスしたことを上司に責任なすりつける、いやだって何々さんの指示だったんでっていうようなこともあったりするんで、まあ、こういう人たちもイライラさせて結果人間関係を崩壊させていきますよという、まあ、そんなお話です。それから続いて無返答、
これは何て言うんでしょう、直接声をかけて返事をしないなんていうのは もうそもそも道義的倫理的にどうかっていう話ですから、そういうのはもう無視で、それだけじゃなくて電話をして折り返さないとか、あるいはメールをしているのに返信をしてこない人とかっていうのもいます。だから一方的なほうれん草なんですよ。ほうれん草で結局送って受け取る側はちゃんと受け取って完了するものになるんで、それすらもできないような人間っていうのは残念ながら、仕事も与えられることもなくなっていきますし、それから人間関係も長く続かせることっていうのはできませんよっていう、残念な結果に終わってしまいます。はい、続いて完璧主義ということで、仕事を完璧にこなそうとしすぎて細部にこだわって時間ばっかり取るだけであってカスタマーファーストになくなっていってしまう残念なタイプの人ですね。例えばパワーポイントでお客様に提案資料を書こうと思ってフォントのサイズが気に入らないとか、それから位置がずれているとか、この言葉尻ちょっとずつ変えてとかって、結局それって自己満足のケースが多くて、お客さんにどう伝わっているのかっていうことが一番大事だったりするんですよ。あるいは社内の会議資料だったら社内の人間が理解できるかできないかっていうのが大事で、フォントのサイズとか位置とか、言葉尻とかっていうのを大体どうでもいいんですよ。それって見といてねって、あとはこっちが説明する言葉でどれだけ補えるかですし、読み返した時にその会議で話して発表したことっていうのがどれだけ復習して頭の中で繰り返し復活させられるかっていうことが大事になってくるわけですから、そういうことからずれていって完璧主義に見せる人っていうのはちょっと残念な傾向が多いんじゃないかなっていうふうには思います。それから、続いて粗雑、はい、まだ逆に雑な人、もう画像1枚パーンって貼っといたらいいんじゃないのって言ってパワーポイントで1枚だけ画像を貼って、お前ジョブズかみたいな、ジョブズはあれだけ人を引きつけるだけのプレゼン力があったからできたけど、お前に画像1枚貼るだけでちゃんと説明できる能力があるのかって言ったら、いやもうそんなのプレゼンも適当でええでんがなみたいな感じで、いやと、でそこまで雑に仕事 をするような人間、あるいは雑にですね扱われるようなタイプ、雑に扱われるようなことをするんだったらもういいですと、あなたと仕事をするともうミスばっかり増えていくんでもう結構ですっていうふうに断られてしまうっていうような感じ。それから続いてモニタリング、他人の仕事を信用することができない、常に観察している、まあ一昔前の大企業にあったイメージなんですけどね、この漫画とかドラマとか見てると、こう課長クラスとか部長クラスになったら自分の仕事しないで、おい木村お前ちゃんと仕事してるのかとか、最近、LINE ニュースとかにも取り上げられてる正直不動産かって漫画がありますよね。今もコミックシーンまで無料でやってたりするんですけど、2巻まで、そこに出てくる大川部長っていう人なんかはまさにあいつが仕事してるシーンなんか見てないんですよ。ところが主人公の永瀬の仕事を見て、永瀬次仕事ミスしたらビークみたいなことを言ってるんですけど、お前は仕事してんのかって、人のことばっか観察してないでお前も仕事しろよって社長の前でピクって、はいすいませんとかやってる場合じゃないんだというようなところです。はい、こういう人たちもイライラさせられて、一号もつかんで、だから永瀬に本音でお前金の管理もできないくせに人の管理なんかもできるのかよって言ってボロクソに言われたりするんですけどね。気になる方は漫画もぜひご覧ください。あると思います。それから自己依存、自己依存っていうのは僕なんかもこれだったんですけど、他人に助けを求めないで自分で何とかできると思って抱え込んでしまうと、で気づいた時には自分だけじゃ拭いきれないほどの大きな問題山積みになっていってしまって、結果的に後戻りできないというような状態。だからそうなる前に人にちゃんと、すいませんここ教えてもらっていいですかとか、ここの仕事助けてもらっていいですかっていう風にちゃんと人に声をかけておかなくちゃいけないにもかかわらず、それができずに、抱えてボカンと爆発してしまうというようなタイプも、これも最終的に大きくなってから人をイライラさせてしまうので一番まずいかもしれないですね。そういう話です。それからこう表現ベタ、簡単に言うと汚いやつです。ネクタイが曲がってるとか、服がシワシワとか、髪型がボッサボサでだらしないとか、こういう表現が下手くそな人、はい、っていうのも、そもそもなんか汚らしい人と仕事ってしたくないじゃないですか。ちゃんと顔にクリーム塗ったりとか香水つけて、見た目もきちっとしてワックスつけて髪型も整えて、匂いも特に中年とかになってくるとやっぱり出るものが出てしまうので、僕個人的には1日1日ごとにこう香水の種類を変えたりとかしながら、特にお客さんに出るところが多い日なんかっていうのはきちんとつけて出ていくようにしたりとか、毎日クリームを塗ってるんで、それなりのケアっていうのはやってるんですけれどもね、はい。一番嬉しかったのは結婚式の時にお肌の手入れされてます、あしてます、あやっぱりですねって、なんかすごいこう肌されてる、手入れされてるような肌ツヤされてますよっていうことをメイクさんに言われたりとかしたのはすごく嬉しかったですけどね。
それから、続いて指示待ち、はい、言われたことだけをやる、あるいは言われない限り何もしない人、これもイライラしますよね。自分で考えてやれると、お前小学生か中学生かっていう感じ。そうじゃなくて、本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。